ユキと一緒の方がいいよね。ワクワクするよ。聖歌隊の衣装を着ると心が白く綺麗になるような気がするんだ。お店のメニューどれも美味しそうずら。後でマルも見て、子供たちが美味しいって野菜を食べてくれてるよ。自分たちで収穫した野菜だから嬉しいよね。今日のライブでは客席からステージに向けてシャボン玉を飛ばしてもらうんだ。よろしくね。冬は静かなものだと思ってたけど、みんなと一緒だと冬って夏と同じくらい賑やかになるわね。チカたちは食べ物の話で持ちきりだね。私はあなたと中華街を散歩できれば十分だよ。たちの歌声で愛し合う二人の門出をお祝いします。好きな人とはいろんなところに行きたいわ。これからもたくさんさいつもと違う空気、いつもと違う景色、本年も積極的に練習活動していきますわ。アクアの私の写真は撮ってくれるの？恥ずかしいけど、魔界の風が吹いてくるのを感じるわ。ついに扉が。未来っぽい衣装ってかっこいい。未来の人はみんなこういう格好をしてるのかな。今ね、あなたにあげるチョコを作ってるんだ。敵Go Fight Win! チアガールのトレーニングってエクササイズにも良さそうね。私ルビーと一緒にお祭りに行きますの。新しい衣装の試着中なの。カーテン開けたら地獄行きだからね。今日もいい天気、広い海がヨウちゃんを呼んでるんだぜ。一緒に海に行こうよ。すごく気持ちいいからさ。バレンタインのスペシャルスイーツをプレゼントしちゃう。お味は食べてて小さいけれど、ルビーの気持ちをギュッと詰めたプレゼントなの。チカちゃんと野菜が大好きになるような楽しい曲を考えたの。私送信完了。とっても素敵な衣装だから、リアちゃんにも写真を。衣装の中にも駅や電車っぽさをたくさん取り入れてあるんだよ。よーく見て。私今日は海へ寄って帰りますから失礼いたしますわ。宇宙らの人魚マーメイドアクアもよろしく。ハロウィンだからって部室の電気まで消したら怖いよ。なんだか昔のしいたけを思い出すよ。地下の家の犬なんだけど、子犬の頃はとっても小さい。アリスはウサギの巣穴から不思議の国へ行きますが、人間が入れるほど。皆さん今日はマル先生と一緒に歌の練習をしましょうね。親指姫の人生って結構波乱万丈だよね。花の王子様と幸せになれるといいね。まだまだ遊び足りないね。次はどこに行こうか。姉様と立つステージはいつも最高だけど、アクアとのステージも最高のものにしてみせる。
武士も